こんばんは、平井博明です。今日はですね、どうしても頑張ってるのに右へ行ってしまう方やですね、何をやっても左に行きません、捕まりませんっていう方にとって参考になる動画を撮っていきたいと思います。言っちゃえばスライスですよね。スライスとかこう右プッシュアウトなんていう言葉聞いたことある方、もしくは打ったことある方いらっしゃると思うんですが、それの直し方やですね、出る原因を解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずちょっとアイアンからいきますね。アイアンでミドルホール、ロングホール、パー4パー5の2打目3打目で、まあ、使う機会がすごい多いですよね。あとはパー3ショートホールの1打目で、まあ、ほとんどの方がアイアン使うと思うんですけども、単純にまっすぐ向いてたら絶対右行かないですよね。いいスイングしてもインパクトでフェースが開いてると右行くんです。でちょっと試しにフェースを開いて構えます。これぐらい開いて構えてアドレスをして、いいスイングかどうか知らないですけど、普通のスイングしてみますね。もちろん右飛んできますよね。じゃあ今度フェースを閉じます。これぐらい、これぐらい閉じて今と同じスイングできたらいいなで打ってみます。それは左行きますよね。まあ、閉じててロフトが立つんで球は上がらないですけど、左に行きます。次にまっすぐ構えて、このままこのまままっすぐ構えて最初の2球と同じスイングをしてみます。まっすぐ行きますよね。以上です。こういう感じなんですよ。要はまっすぐ行くかどうかっていうのはフェースがどうのスイングがどうのって、まあ、スイングっていうか同じスイングを3発できてるかどうかっていう方が重要だったりします。いくらまっすぐフェースが戻ってきててもこうやって構えてゆっくり上げてグンって切り返し力入れて打つとクラブがこうやって振り遅れますよね。それだけでも右に行くんです。ちょっと打ってみますね。こうやって右に行くんです。次にじゃあ今ダウンスイング急いだんで今度切り返しをゆっくり打ってみますね。そうするとクラブが早く戻ってきて今度左に行くんです。結局これの繰り返しなんですよ。それはもちろんフェースの向きも大事なんですけども、同じスイングができてないがために右へ行くってことがすごく多いミスなんです。なんで同じスイングを心がけて普段から練習してますか、どうですか？それめちゃくちゃ大事なんです。やっぱり再現性がすごい大事ですので、例えば5球出して同じスピードで同じ力感で打つ、上げるスピードも下ろすスピードも全て一緒、そういうのがすごい大事になってきます。なのであまりこうこの距離をこう打つとかですね、安定感を出したいとかっていう時はあまりそういうことは考えずにですね、フェースの向きもグリップがずれてなくてちゃんとまっすぐ構えられてて、インパクトの時もこうグリーンとグリップがずれなければそんなに大曲がりってしないんですよ。なのでまっすぐ構えてポーンとクラブを前に出してあげる、こういう動作を普段からしているかどうかっていうのがすごい重要なポイントになってきますので、あまりこうグッとインパクトで力んだりとかですね、そういうことがない方がいいです。次にドライバーです。ドライバーで右に行く方、お悩みある方結構多いと思うんです。でも今アイアンでお話ししたこととドライバーもほとんど一緒なんです。特にドライバーなんかは振ろうとして振り遅れて右に行く方が結構多いです。でドライバーにその何を求めているかにもよるんです。例えば飛距離とかフェアウェイキープとかですね、いろいろそのドライバーに対して思っていることがあると思うんですけども、まず何ヤード飛びますか、ドライバー200、30、40、うん、でその距離を打とうとしてます。毎回してないですよね。241ヤード飛ばそうとかですね、もう2、3ヤード飛んだらラッキーなんつって打っちゃうと、その2、3ヤードが結構ミスの原因になったりします。僕だいたい255とか250ぐらいなんですけど、その意識で打ってみます。
今の自分にはオーバースペックなのでちょっと右に飛んできましたけども、当たり方的には全然悪くなく、球筋もそんなに悪い球じゃない、僕的には85点ぐらいのショットなんで、フェアウェイ右ぐらいにはあるかなっていう感じのショットなんですけども、あれも例えばダウンスイングで飛ばそうとして力んでみますね、とああいう風に右に行くんですよ。ここでグッと力が入ってクラブヘッド置きっぱなしにして、こういうふうに降りてフェースが開きます。そうすると右に飛んでいくので、その打ち方をもちろん先ほどのアイアン同様気をつけていただいて、上げ始めからフィニッシュまで同じスピードでフィニッシュを取ってあげる。こういう感じですね。ああいうスイングを心がけていただいて、先ほどアイアンと同様必ずインパクトにまっすぐに戻ってくるクラブを使ってあげるということがすごい大事です。まあ、クラブというかシャフトですよね。やっぱオーバースペックだとそれなりに力んであげなきゃ戻ってこないで、力んだら力んだで右に行く、結構悪循環が多いです。なのでできれば優しいクラブを使ってあげて、いつでもまっすぐに戻ってこれますよというシャフトとかですね、クラブ選びをしていただいた方が、こう右に行かずにまっすぐに行くポイントとなってくると思います。今回はですね、右へ行ってしまう方のお悩みについて少し参考になったかなと思います。ぜひちょっと練習場で試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。